はい、こんにちは。リベンジ動画でございます。進撃の巨人、チミ進撃、イヤホンジャック、マスコット、2個目です。いや、前回ね、この巨人が出てしまいました。巨人が出てしまったんで、まあ、巨人に似てるともっぱらの噂の私も、マジ欲しいんですよ、このリヴァイの私服が。だからもうスーツなんだ、もうほんとかっこいい。もうね、これで巨人出たら、もう引退します。進撃の巨人、引退する。私、気になります！頼むます、マジで。屍に踏み込めて、パッ！ちょっと違うけど嬉しいな。出たのはリヴァイ。通常リヴァイですね。残念ながらね、私服バージョン、スーツのリヴァイではないですが、リヴァイ兵長、私の手元にやってまいりました！はい、ドーン！出ました！リヴァイ兵長。ちなみにですよ。前回出たのは、こちらでございます。もうにわかには信じがたい。これと、これが、同じ商品なんですよ。運によって、これが出るか、分かれるんですよ。もう、にわかには信じがたい商品ですよね。だって、これストラップかけるよくんにかけたら、ちゃんとマッチするけど、これさ、ストラップかけるよくんにかけたら、それ違うってなるじゃん。リヴァイ兵長、やっぱかっこいいわ。かっこいいわ、リヴァイちゃん、ペロペロ。じゃあね、リヴァイ兵長、ストラップかけるよくんにかけていきましょう。はい、やってまいりました、ストラップかけるよくんでございます。なんかね、結構下げてみると、ちっちゃいね、リヴァイ兵長。内儀くんの半分だね。他のラバストと比べてみても、ちっちゃいよね。すごいちっちゃい。これはちっちゃいんだけど、一方あの巨人は、まあ、めっぽうでかかったですけどね。まあ、ここにも巨人いますよ。なんで私、巨人コレクター見たくなってんのかよくわかんないんだけど、まあ、リヴァイ兵長。ようやくね、私のここのストラップかけるよくんに、兵長が来ましたよ。ミカサ・アーハーマンもいるしね。ジャンもいるしね。いやー、ようやく来たね。ここに来たれりって感じ、リヴァイ兵長。はい、そんなわけで、進撃の巨人より、地味進撃イヤホンジャックマスコットから、リヴァイ兵長降臨のお知らせでした。バイバーイ。